タルボサウルスは後期白亜紀の終わり頃である約7000万年前のアジアに生息したティラノサウルス科の獣脚類の恐竜の属。化石はモンゴルから発見されており、中国の一部からも断片的なものが発見されている。数多くの種が命名されたものの、1999年以降の古生物学者はタルボサウルスバタールのみを有効とみなしている。 本種は北アメリカのティラノサウルス属のアジアにおける代表種とみなす研究者もおり、この場合タルボサウルス属は余分となる。タルボサウルスとティラノサウルスがシノニムでないとしても、少なくとも両者は禁煙属であると考えられる。同じく、モンゴルから産出したアリオラムスはかつて、タルボサウルスに最も禁煙な親戚と考えられていたが、キアンゾーサウルスが発見されて、 アリオラムス族に記載されたことで反証が示された。大半のティラノサウルス科のように、タルボサウルスは巨大な二足歩行の捕食動物であり、体重は最大5トンで60本もの歯が生えていた。下顎には独特の固定機構がある。体格に見合わないほど小さな2本指の前足は、ティラノサウルス科によく知られる特徴であるが、タルボサウルスの前足は、 体格と比べてその中でも最小であった。タルボサウルスは水路が交差する湿潤な反乱源に生息していた。この環境においてタルボサウルスは頂点捕食者であり、おそらくハドロサウルスかのサウロロフスや竜脚類のネメグトサウルスのような大型恐竜を捕食していた。タルボサウルスは多数の化石標本が知られており、完全な頭骨と骨格も複数ある。 これらの化石により、系統学や、頭骨の気候、脳の構造に焦点を当てた、科学研究が可能となっている。各成長段階を代表する標本の大きさ、比較ティラノサウルスよりも、わずかに小型であるものの、タルボサウルスはティラノサウルス科で最大のものの一つであり、最大の個体は、全長10から12メートルだった。完全に成長しきった個体の体重は、 ティラノサウルスの体重に匹敵するか、わずかに軽いと考えられ、約4から5トンとよく推定される。知られているタルボサウルスの最大の頭骨は1.3メートルを超え、ティラノサウルスを除く、どのティラノサウルスかよりも大型である。頭骨はティラノサウルスのものと同様に上下に高いが、特に後ろ側では幅広でなかった。頭骨が後ろ側で広がっていないことは、 タルボサウルスの目が直接前方を向いていなかったことを意味し、ティラノサウルスの立体子は、タルボサウルスでは成立していなかったことになる。頭骨には大きな穴が開いており、軽量化に役立っていた。顎には58から64本の歯が並び、これはわずかにティラノサウルスよりも多い一方、ゴルゴサウルスやアリオラムスのようなティラノサウルス科の属よりは少なかった。 大半の葉の断面は楕円型をなすが、上顎の先端に生えた全上顎骨歯の断面は D 字型であり、この一斉はティラノサウルス科の特徴である。上顎骨歯は最長で歯間が 85mm に達した。歯骨では歯骨の後方と関節する角骨の外側表面の円により、タルボサウルスとアリオラムスに特有の固定機構が生み出されていた。 他のティラノサウルス科にはこの縁がなく、下顎は前者のものよりも柔軟性が高かった。生体及び亜生体のタルボサウルスと人の大きさ比較ティラノサウルス科は体型においては多様性に乏しく、タルボサウルスも例外ではなかった。頭は S 字型の首に支えられ、長い尾を含む他の脊柱は水平に放置されていたタルボサウルスの前足は小さく、 ティラノサウルス科の中でも体格に対する比率では最小である。全種はカギ爪の生えた2本の指がそれぞれに備わり、近縁属と同様にカギ爪のない第3、中手骨も複数の標本で確認されている。また、ホルツの研究したタルボサウルスの標本における、第2、中手骨の長さが第1、中手骨の長さの2倍未満であり、他のティラノサウルス科の第2、 中手骨は、第一、中手骨の約2倍の長さであったことから、タルボサウルスは、他のティラノサウルス科よりも指方愛の対価が、進んでいると彼は提唱した。また、タルボサウルスの、第三、中手骨は、比率として、アルバートサウルスやダスプレトサウルスのような他の、ティラノサウルス科よりも短く、通常第三、中手骨は、第一、中手骨よりも長いが、 ホルツが研究したタルボサウルスの標本では、第3、中手骨が第1、中手骨よりも短かった。前肢とは、対照的に3本の指が前へ伸びた後足は長く、太く、2本足で体を支えていた。長い尾は、頭部と胴部のカウンターウェイトとして採用し、重心は腰の上にあった。ホロタイプの頭骨ピン551から1。 モスクワの古生物学博物館1946年、ソビート連邦とモンゴルによる合同遠征がモンゴルウヌムゴビ県のゴビ砂漠で行われ、巨大な獣脚類の頭骨と複数の椎骨がネメグト層で発見された。1955年にソ連の古生物学者エフゲニー・マレーエフはこの標本を彼が命名したシンシティラノサウルス・バタールの基準標本に指定した。 種商名はモンゴール語で英雄を意味するボターのスペルミスである。同年にマレー F は新たな獣脚類の3つの頭骨を記載、命名し、これらを1948年と1949年に行われた同じ発掘調査で発見された骨格とそれぞれ関連付けた。この最初の標本品551からにはトベソリス・イフリームウビーと命名され、 俗名は古代ギリシャ語で、恐怖、不安、癒、痛恨を意味するタウローベータ、トボスとトカゲを意味するシグマアルファウプシロンロー、ソーロスに由来し、主称名は、ロシアの古生物学者兼 SF 作家のイワン、エフレーモフにちなむ。他の二つの標本ピン五十三から一と、ピン五十二から2は北アメリカのゴルゴサウルスの、新種ゴルゴサウルス乱戦イーターと、 G ノーボ・ジロビに分類された。これら3つの標本はすべて最初の標本より小さかった。ゴルゴサウルス乱戦ンンイーーのホロタイプ標本品553から1のキャスト。デスポーズを取っているアナトリー・コンスタンティノビッチ、ロジェスト・ベンスキーによる1965年の論文では、マレー F の標本を異なる成長段階にある。 同じ種であると解釈し、彼はさらに北アメリカのティラノサウルスとは別の動物であると考えた。彼は1955年に記載されたすべての標本と新しい化石を含めた分類群、タルボサウルスバタールを新設した。マレーエフ自身を含め後の論文執筆者は、ロジェストベンスキーの解析に同意したが、タルボサウルスバタールではなく、 トベソリス・イフリームービーの名前を使う研究者もいた。アメリカの古生物学者、ケネス・カー・ペンターは1992年に標本を再調査した。彼は、マルエーフの当初の発表通りに標本がティラノサウルスに属すると結論付け、マルエーフがゴルゴサウルスのオーボジロビと命名した標本を除いて、すべてをティラノサウルス・バタールにまとめた。カー・ペンターは、 ゴルゴサウルス・ノーボージロビの標本は、ティラノサウルス科の小型独立族を代表すると考え、マリバソリス・ノーボージロビと命名した。ジョージ・オルシェブスキーは1995年に、ティラノサウルス・バタールに、チンギスカンにちなんだ新しい族名、ジェンギスカンをつけた一方、トベソリス・イフリームービと、マリバソリス・ノーボージロビを認め、これらを、ネメグト層から算出した。 同時代の独立した山賊とした。あとに1999年の研究では、マレーボサウルスが、幼体のタルボサウルスとして、再分類された。1999年以降に発表されたすべての研究では、たった一つの種だけが認められており、どの論文でもタルボサウルスバタールあるいは、ティラノサウルスバタールと呼称されている。2013年に、 アメリカからモンゴルへ送還された、洞窟標本1940年代の最初のロシアモンゴル遠征の後、ポーランドとモンゴルのゴビ砂漠への合同遠征が1963年から1971年まで行われ、ネメグト層から算出したタルボサウルスの新たな標本を含む数多くの新しい化石が発見された。 日本とモンゴルの研究者が参加した遠征が1993年から1998年に行われたほか、カナダの古生物学者フィリップ・ジェイ・カリーが協力した指摘遠征が21世紀の転換期にあり、これらによりさらなるタルボサウルスの化石が発見、収集された。30を超える標本が知られており、15を超える頭骨や複数の頭骨以降の完全骨格もある。 タルボサウルスの化石は、モンゴルと中国のゴビ砂漠付近でのみ発見されており、両国ともタルボサウルス化石の輸出を禁じているが、私的コレクターに強奪された標本もある。2012年5月20日に、ニューヨークで開催されたイベントで、ヘリテッジオークションスが発行したカタログに疑惑が浮上し、100万ドルの密輸取引が発覚した。モンゴルの法律により、 ゴビ砂漠で発見される標本は、すべて適切なモンゴルの機関が保管しており、カタログに掲載された、タルボサウルスバタールが洞窟されたものである疑いは、なかった。モンゴル大統領と多くの古生物学者が売買に、異議を唱え、真一発で調査が入り、標本がゴビ砂漠でしか発見されないもので、正当な所有権はモンゴルにあることが確認された。裁判で洞窟者、 エリック・プロコピは違法密輸の罪を認め、タルボサウルスの標本は2013年にモンゴルへ戻され、スフバートル広場に一時展示された。プロコピは、パートナーやイングランドの商業ハンター仲間、クリストファー・ムーアと共に恐竜を販売していた。この事件を経て、タルボサウルス・バタールの複数の骨格を含め数十のモンゴル産恐竜がモンゴルへ戻された。 シャンシャニソリス風ヤンシャレンシスとして記載された、アイボップ V4878 の断片。中国の古生物学者は1960年代中頃に、中国の新疆ウイグル自治区、ピチャンケンスバシ類層で、小型重脚類の断片骨格、アイボップ V4878 を発見した。1977年に、東英明がこの標本を記載して親族新種。 シャンシャニソリス風ンシャネンシスと命名した。1988年に、グレゴリー・ポールがシャンシャノサウルスをティラノサウルス化として、認め、アウブリーソドンに分類した。後にトートカリーは標本を再調査し、より大型のティラノサウルス化の種の様態とみなした。二人は特定の属に分類することを控えたが、可能性として、タルボサウルスを提案した。アルバート・ソリス・プリキアロッサス。 ティラノサウルスルンチョアネンシス、ティラノサウルスターペネンシス、チンカンクソリスフラギリスは、ザジノサウリア第2版では、タルボサウルスのジュニアシノニムと考えられていたが、ブルサッテラは2013年に、チンカンコーサウルスを疑問名と評価した。1976年に、セルゲイ・クルザノフが命名したアリオラムスは、 モンゴルのわずかに古い体積層から産出した別のティラノサウルス科の属であり、タルボサウルスに極めて近縁であると複数の解析で結論付けられている。アリオラムスは生態として記載されたが、長く上下に低い頭骨は幼体のティラノサウルス科の特徴である。これにより、カリーはアリオラムスが幼体のタルボサウルスに相当する可能性があると推論したが、 歯の本数が多いことと鼻先の突起の列からは、そうでないことが示唆される、と中期した。一般的なタルボサウルスとティラノサウルスの頭骨の違いを示すダイアグラムタルボサウルスは、重脚アモクティラノサウルスか、ティラノサウルス赤に分類される。この赤に分類される他の属には、北アメリカのティラノサウルスや、ダスプレトサウルス、おそらくモンゴルの属であるアリオラムスがいる。 本赤に属する動物は、アルバートサウルスよりもティラノサウルスに近縁であり、アルバートサウルス赤より、大きなプロポーションの頭骨や長い大腿骨を持つ、頑強な体つきで知られる。タルボサウルスバタールはもともと、ティラノサウルスとして記載され、この位置づけを支持する後の研究もある。本族を姉妹群として独立した族のまま扱う、研究者もいる。 2003年の頭骨の系統解析では他のティラノサウルス赤には見られれない負荷を分散するための頭骨の気候がアリオラムスとタルボサウルスに共通していたためアリオラムスが最も禁煙と断定された実証されていたなら両族の関係はタルボサウルスをティラノサウルスのシノニムとする考えに対する反証となりアジアと北アメリカで独立に ティラノサウルス赤の系統が進化したことを示唆していただろう。知られているアリオラムスの二つの標本は、妖態の特徴を示している一方、葉の本数が多いことと鼻先に沿った骨の隆気が独特な列をなすことから、タルボサウルスの妖態ではない可能性が高い。より昔のティラノサウルス赤の恐竜リスロナックス、アーゲステスが発見されたことで、 タルボサウルスとティラノサウルスの近い関係がさらに明らかになり、リトロナクスがカンパに、アンノズケンティラヌスとマーストリヒチアンのティラノサウルス、およびタルボサウルスからなる系統群の姉妹群であることが判明した。リトロナクスのさらなる研究からは、アジアのティラノサウルス浄化が適応放散の一例であることも示唆された。組み立てられた生態の骨格用代表法の化石以下は、 ローウェンラが2013年に行った系統解析に基づくクラドグラム。サウロロフスを襲うタルボサウルス他の大型ティラノサウルス科の難属化がそうであるように、タルボサウルスの化石は比較的豊富で保存状態も良い。事実、ネメグド層から収集された全ての化石の4分の1がタルボサウルスのものである。タルボサウルスは北アメリカのティラノサウルス科ほど、 完全には研究されていないものの、その生物学的観点に即した結論を導くことは可能である。デイノケールスを襲う二頭のタルボサウルス2001年に、ブルース・ロス・チャイルドラは、獣脚類の疲労骨折と、剣断裂、及び行動を示唆する証拠を調べる研究を発表した。疲労骨折は特別な症状ではなく、繰り返される外傷によって生じるため、 他のタイプの症状よりも普段の行動で起こる可能性が高い。研究で調査されたタルボサウルスの足の骨18本の内疲労骨折が見つかったものはなかったが、手の骨10本のうち1本が1箇所に疲労骨折を患っていた。足の疲労骨折は走行中や移動中に生じうる。一方、手の疲労骨折は足に見られるものよりも特別な行動があったことを示唆しており、 もがく獲物と接触して生じた可能性が高い。一般に疲労骨折や腱断裂が存在することは死体砂取りよりも捕食行動をベースにした食性であったことを示す。2012年にオルニトミモサウルス類のデーノケールスのホロタイプ標本の腹肋骨断片2つに髪跡があると報告された。髪跡の形状と大きさは ネメグド総産の基地の最大の捕食動物である、タルボサウルスの歯に合致する。接触の際についた跡は様々で、刺し傷、えぐれた溝、筋、歯の断片、及びこれらの組み合わさったものが確認されている。髪跡はおそらく攻撃行動ではなく接触行動を示しており、髪跡が体の他の部位で発見されないことは、タルボサウルスが内臓を重視していた事実を示唆している。 タルボサウルスのみ跡は、ハドロサウルスかや、竜脚類の化石でも断定されているが、他の獣脚類に、み跡が残っている化石記録は少ない。また、本属の葉のエナメル質の同窓体解析によっても、タルボサウルスは、新葉樹林にて、竜脚類やを獲物としていたことが示されている。正面から見た頭骨タルボサウルスの頭骨は2003年に、初めて完全に記載された。 研究者はタルボサウルスと北アメリカのティラノサウルス科の重要な相違点を記しており、その多くは噛む際の頭骨にかかる負荷の処理に関連している。上顎が物体を噛む際、力は上顎の葉を持つ主要な上顎骨を介して周囲の頭骨へ送られる。北アメリカのティラノサウルス科では、この力は上顎骨から鼻先の予防した微骨へ向かい、微骨は 骨への支柱により涙骨と後方で固く繋がっていた。これらの支柱が骨を互いに固定しているため、力は尾骨から涙骨へ送られたと示唆されている。タルボサウルスには骨の支柱がなく、尾骨と涙骨の繋がりも弱かった。その代わりタルボサウルスは上顎骨の後方への突起が大きく発達し、涙骨で構成される鞘の内側に合致していた。 この突起は北アメリカのティラノサウルス科では薄い骨の板になっている。大きな後方への突起から、タルボサウルスでは上顎骨から涙骨へより直接的に力が送られたことが示唆されている。また、タルボサウルスの涙骨は前頭骨と前前頭骨に固定されていた。上顎骨、涙骨、前頭骨、前前頭骨の発達したつながりにより、 上額全体が強度を増していた。タルボサウルスと北アメリカの親戚におけるもう一つの大きな相違点はタルボサウルスの下顎がより強固であることである。北アメリカのティラノサウルス科を含め多くの重脚類で科学骨後方と破骨前方が幾分柔軟であったがタルボサウルスは角骨の表面の流起からなる固定機構を持ち、歯骨の後方で正方形の突起と 間接していたタルボサウルスの強固な頭骨は、後期白亜紀の北アメリカの大部分には、生息しなかった、ネメグト層から産出する巨大な、キタノサウルス下流脚類を狩るための適応であるという、仮説もある。また、頭骨機構の相違点は、ティラノサウルス科の系統も左右する。タルボサウルス型の頭骨内関節は、モンゴル産のアリオラムスにも見られ、 ティラノサウルスではなくアリオラムスがタルボサウルスに最も近縁であることが示唆されている。それゆえ、タルボサウルスとティラノサウルスの類似点は、その巨大な体育に関連して、平行進化で独立に発達した可能性がある。タルボサウルスが捕食者かつスカベンジャーであった証拠があり、これはサウロロフスの意外に発見された、化石化した髪跡として確認できる。 タルボサウルスの咬合力は約35,600から44,500ニュートンとされ、おそらくティラノサウルスのように骨を噛み砕くことができた。横から見た頭骨と首1948年にソ連とモンゴルの研究者が発見したタルボサウルスの頭骨には頭蓋内空が保存されていた。この空洞の内側にエンドキャストと呼ばれる石膏の型を取り、マレー F は タルボサウルスの脳の形状の予備的な観察に成功した。さらに新しいポリウレタンのゴム型により、タルボサウルスの脳構造と機能の詳細な研究が可能となった。タルボサウルスの頭がいない構造は、ティラノサウルスのものに似ており、相違点は、三叉神経や副神経といった、いくつかの脳神経への位置だけであった。ティラノサウルス科の脳は、蝶類よりも、 ワニなど飛鳥類型爬虫類のものに似ていた。全長12メートルのタルボサウルスの脳の合計溶石はわずか184立方センチメートルと推定されている。救急と末端神経及び嗅覚神経は大きく、ティラノサウルスと同様にタルボサウルスの嗅覚が鋭敏であったことが示唆されている。スキハナ花マは大きく、救急とは区別される。救急は当初、 フェロモンを感知するのに使用された発達したスきハナキを示唆するものとして提唱された。これはタルボサウルスが複雑な交尾行動をとっていたことを暗示する可能性があったしかし、スキきナタ玉は現生のどの主流類にも存在しないため他の研究者が断定に異議を唱えた。聴覚神経もまた大きく優れた聴覚を示唆しており、これは聴覚コミュニケーションと 空間認識に役立った可能性がある。この神経は前提部位も発達しており、優れたバランス感覚と調整能力が暗示されている。対照的に視力に関する神経と脳の構造は小型で発達していなかった。爬虫類の視覚処理に関与する中脳は、視神経と眼球運動を制御する動眼神経と同様に、タルボサウルスでは、 非常に小さかった。目が前方に面してある程度の立体視も可能であったティラノサウルスと違い、他のティラノサウルス科に典型的な狭い頭骨を持つタルボサウルスの目は主に横側に面していた。このことからタルボサウルスは視力ではなく嗅覚と聴覚に頼っていたことが示唆されている。ただし、現行のタルボサウルスの標本の 生体とされる標本の多くが実際には全長9メートル前後の亜生体と目されており、これを全長12メートルのティラノサウルスと比較するのはいささか無理がある。幼体標本の化石タルボサウルスの大半の標本は生体か亜生体の個体であり、幼体のものは非常に珍しい。しかし2006年には長さ290ミリメートルの完全な頭骨を持つ、 幼体の骨格が発見され、タルボサウルスの生活史の情報がもたらされた。この個体はおそらくに3歳で死亡した。生体の頭骨と比較して、幼体の頭骨は構造が弱く、歯は薄く、幼体と生体で食べ物の好みを変えて異なる年齢のグループとの競争を避けていたことが示唆されている。タルボサウルスの幼体の胸膜ンの調査から、 幼体が夜行性あるいは白明に行動していた可能性が示唆されている。生体のタルボサウルスも夜行性であったかは化石証拠がないため現状明らかでない。ブギンザブ産地の以前洞窟者に破壊された大型骨格から皮膚の印象化石が発見された。この印象化石が示す横は直径2 4ト、mm、ルで互いに重なっておらず、 骨格が破壊を受けたため正確な位置は評価できないものの胸に関連した領域に位置していた。2003年にフィリップ・ジェカリーラはおそらくタルボサウルスのものである二つの足跡をネメグット層から報告した。この足跡は自然の型であり、すなわち足跡そのものではなく足跡を埋めた砂岩が保存されていたということである。この足跡にはブギーン・ザブで発見されたものに似た。 広い領域の皮膚の印象化石が保存されていた。また、足が地面に押し込まれた際に、鱗が残した垂直方向に平行な滑った痕跡も確認されている。足跡は長さ61センチメートルで大型個体のものである。別の大型の足跡も発見されているが、侵食に影響され詳細は読み取れない。モンゴルの白亜紀の恐竜化石産地。 タルボサウルスはエリア A で収集された、知られているタルボサウルスの化石の大多数は、モンゴル南部ゴビ砂漠のネメグト層から発見された。この地層は、放射年代測定が行われたことはないが、化石証拠の動物賞からは、約7000万年前の後期白亜紀の終わり頃である、前期、マーストリヒチアンに堆積したと、示唆されている。シャンシャサウルスが発見されたスバシル層も、 マーストリヒチアンである。タルボサウルスが主に発見されるネメグト層は保存されている巨大な水路と土壌堆積物から下に位置するバルンゴヨト層やジャドフタ層よりもはるかに湿潤な気候であったことが示唆されている。しかしカリシェ堆積物があることから少なくとも周期的な干ばつがあったことが示唆されてもいる。堆積物は大型河川の水路と氾濫源に堆積した。 この層の岩の断層から、干潟と浅い湖の存在も示唆されている。また、堆積物から豊かな生息域であったことが分かり、巨大な白亜紀の恐竜を維持できる多様な食物に溢れていたことが示されている。より古い蛇道二層から産出したティラノサウルス科の未同定の化石は、タルボサウルスの化石に非常に似ており、ネメグド層よりも古く乾燥した。 生態系にもタルボサウルスが生息していたことを示唆する可能性がある。後期白亜紀のモンゴルでのタルボサウルスの復元図、ネメグド層では軟体動物の化石も産出しており、魚類やカメといった他の水生動物も多様性に富んでいる。ワニには貝を砕くことに適した葉を持つシャモスクスが複数種いた。哺乳類化石はネメグド層では非常に希少であるが、 エナンティオルニス類のグリニアやヘスペエロルニス目のジュディノルニス、原生カモメの初期の属であるて、ビオルニスなど数多くの鳥類が発見されている。数多くの恐竜もネメグッド層から記載されており、アンキロサウルス科のサイカニア、パキケファロサウルス科のプレノケファレなどがいる。最大の捕食動物であったタルボサウルスは、サウロロフスやバールスボルギアといった大型ハドロサウルス科、 あるいは、ネメグトサウルスやオピストコエリカウリアといった、竜脚類を捕食していた可能性が高い。生態は、ティラノサウルス科のアリオラムス、トロードン科、オビラプトロサウルス類、基盤的ティラノサウルス上科のバガラータンなどの、小型獣脚類との競争は、ほぼなかっただろう。植物食の可能性もある巨大なテリジノサウルスや、アンセリミムスやガリミムス、巨大なデーノケールスといった、 オルニトミモサウルス類は肉食であったとしても小型の獲物だけを食べていたため、タルボサウルスとの競争関係にはなかった。しかし、他の大型ティラノサウルス科やコモドオオトカゲと同様に、幼体や生態のタルボサウルスは、小型獣脚類と巨大な生態との間の生態的地位を埋めていたことだろう。ありがとうございます。